はい。こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。今日は何の話かというと、アナロジー思考についてです。アナロジー思考とは何かと、後半ではアナロジー思考力の鍛え方について掘り下げて皆さんと一緒に考えていければと思っています。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい。今日のテーマは、アナロジー思考です。 皆さんはアナロジー思考、えー、聞いたことがあるでしょうかアナロジー思考とは何かなんですけれどもえっ、ー、と端的に言うとこう具体的なものを別の具体的に当てはめて考えたりとかあと人に説明することなんです。えー、例えばうん仕事でどういうふうにアナロジー思考が使えるかというとこうビジネスでの組織の課題があるとします。 その組織の課題をスポーツのサッカーとか野球のチームに当てはめて考えたりとかこう説明をするこれがアナロジー思考の例ですでアナロジー思考がいいのはこう複雑なことであったりだとか新しいそのビジネスの概念を自分で理解したりだとか、えー、説明をする人に説明をするときにすでに知っているここで言っているサッカーとか野球ですよねこれを使ってあの理解しようとするので、うん、頭に入りやすくなるという、えー、メリットがあります じゃあ、アナロジー思考のポイントは何でしょうか、まあ、一言で言うと、その、奥にあるこう事象だけではなくて、本質的な理解がどこまでできるかで、その本質をちゃんと別のものからアナロジーとして、例えとして当てはめて理解したりだとか説明をできるかだと思っています。なんとなくアナロジー思考、イメージ持てたでしょうか ではここから後半はですねあのアナロジー思考を鍛えるためにはどうすればいいかについて考えていきましょうはいここからはアナロジー思考の鍛え方ですねで普段からあの鍛え方アナロジー思考を鍛えることってできると思ってるんですねで具体的にはうんと整理してみると3つあるかなと思いましたアナロジー思考力の鍛え方3つ先に言っておきますね でその後それぞれについて補足、えー、掘り下げていきましょう鍛え方の一つ目が、えー、点の数を増やすですねあでここで言っている点というのはアナロジー思考というのはあのいわゆるこう点と点をつなげる思考力であったりだとか方法なんですねなので鍛え方においても一つ目というのが点の数を増やすそして2つ目が、えー、点を深掘りしておく で3つ目のポイントは別のことに例えられないかを、えー、と日頃から意識しておくといいですはいえじゃあ、えー、3つ順番に見ていきましょう1つ目アナロジー思考力の鍛え方のポイントは、えー、点の数を増やすですねでここで言っている点の数を増やすとは何を意味するでしょうかそれはいろいろな経験を普段からしておくだと思うんですよねで点と点がつながるここで言っている点というのは、えー、個々の えー、経験とか体験知識なんですけれども異なる点と点がつながるのって、まあ、それだけ多くの点がこう散りばめられているからだと思うんですよね。でそれはどういうことかというと点のもとになるというのは皆さんご自身の体験あるいは体験から得られるこう経験だとかこう知,見見、うん、知見ですよね。でそうした、えー、体験とか経験という点が豊富に持っているほど、まあ、後から点と点がつながるため 繋がりやすくなります。こう繋がるネタを多く持っているっていう感じですかね？はいで、鍛え方の2つ目見ていきましょう。えっ、ー、と点を深掘りしておくです。で、1つ目で、えー、点をたくさん持っておくという話をしました。で、2つ目のポイントというのは、えー、その点をイメージとしてはこう掘り下げていて、どれだけこうしっかりとした点まあ、点を大きくしておくかだと思うんです。 でえー、点をじゃあ掘り下げて理解しておくとは何を意味するかというとその点の奥にあるこう本質は何か抽象度を上げると何を意味するのかを考えることなんですねでえっと本質は何かというのはこう具体的なものから一般化して抽象、うん、度をこう高く持っておくことだと思うんですで異なる点と点がつながるメカニズムっていうのはうんと共通する 表面的には違うことなんだけれどもその2つには共通する本質が奥にあるからなんですね。ですしかしあの点を掘り下げておくことによって本質理解までできておけばこうつながりやすくなるその深いレベルまでつながるレベルまで落としておけるので、えっと後からこう引っ張ってきやすくなります。はいえー、じゃあポイント3つ目ですね。 別のことに例えられないかを意識しておきましょうでアナロジー思考というのはあの何だったかというと具体のものを別の具体に当てはめて考えたりとか説明をすることでしたよねでそのための鍛え方アナロジー思考を鍛えるためのポイントの3つ目というのは普段からこういろいろなものに対して別のものに例えられないかというのを頭の中で意識しておくことなんですねでこうやって言葉で聞くと当たり前に聞こえるかもしれません なんんででですすけけど、こう意識しててていいるるかだけでも頭の使い方っっ変わってくるんですよねで。具体的には、うん、例えば今考えていることあるいは仕事で、うん、考えていることを全く違う他人例えばご家族とか、えー、親あるいはお子さんがいらっしゃる方であれば皆さんのお子さんに説明をする理解してもらうためにはどういうふうに説明するかなんですよね。特に全く関係ない。 まあ、素人というかあの背景知識文脈知識がない人には普段よよく使使っっていらっしゃる専門用語は使えませんよねそれでいてその本質をシンプルにどう伝えるかどういうふうなこう例え話例えば子供相手であればこうアニメとか昔話のような、うん、説明する相手彼ら彼女らにとって馴染みのある全く別のもので正しい本質をちゃんとついて説明をできるかがポイントになるんですね。 まあこうした、うん、と全く別の関係ない人に説明をするためには何を使うと例えばスポーツとかあのアニメとか映画ドラマといったようなものを自然と考えられるようになるとそれがあのアナロジー思考を鍛えるこうトレーニングになっていきます。はいえー、というわけでそろそろろクロージングです今回はアナロジー思考について皆さんと一緒に掘り下げてみました。 最後に内容をまとめておきますね。アナロジー思考というのはえ、具体的なものを別の具体的に当てはめたりとか、こう、借りてきて考えて説明をすることです。まあ、例えば、ビジネスの課題を、えー、サッカーとか野球のようなスポーツに当てはめるというようなイメージです。で後半では、アナロジー思考力の鍛え方3つ、えー、ご紹介しました。1つ目が、えー、点の数を増やすですね、まあ。これはいろいろな経験をしておく。えそして、その点を深掘りしておく。 体験とか経験という事象のその具体の奥にある本質、まあ抽象化をして考えていくことです。で三つ目は、えー、常日頃から何か別のことに例えられないかというのを意識しておきましょう。まあ例えば、えー、子供に説明する、えー、ご家族に説明するには、えー、どういうふうなアナロジー、ー他の例えを使えると使うと分かりやすいかというのを、えー、考えておくんです。はい、えー、今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。 このチャンネルでは毎日配信をしています。次回もぜひ聴いてみてください。他にコンテンツもたくさんあげています。良ければそちらもぜひご覧になってみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。